オーステンは 9X19mm パラベラム弾を使用するオーストラリア製の短期艦銃である。イギリス製ステン短期艦銃の派生型の一つであり、その名称はオーストラリアのステンを意味する。生産はメルボルンのダイカスター株式会社と指導。オーステンマーク1で武装する落下三部隊員ダンケルク撤退後、ヨーロッパにおける戦争が激化する中でイギリスは、 大量の軍事物資を必要とした。このため、軍需物資の多くを、イギリスやアメリカからの輸入に頼っていたオーストラリアは、その供給が断たれ、短期間銃を含めた、各種兵器の設計、製造を行う必要にかられた。この際に参考にされたのが、イギリス製の戦時急増短期間銃である、ステン短期間銃で、重心や機関部などはステンから、 前方に回転させて折りたたむ方式のスケルトン型重傷などはドイツの短期間銃である MP40 からほぼそのままコピーされて設計された。オーステンの生産に関して興味深い点として一部の部品がダイカストにより成形されていた点が挙げられる。断層や重傷の一部、マガジンハウジングなどがこれにあたる。マガジンローダーもダイカスト成形である。 オーステンの製造を行った二つの会社は、共に大カストを業務上の専門としていたためである。オーステンは同時期に開発、生産された応援マシンカービンと併用されたが、オーステンは応援に比べそれほどの人気を得ることはなかった。オーステンはステンを改良したものだったが、それでも応援中に勝るほどの信頼性を達成することはなかった。 オーウェンが1960年代まで使用されたこととは対照的にオーステンが1945年以降に他の紛争や戦争で使用されることはなかった。常実のようにオーステンは重心から機関部、トリガーグループなどはステンマーク2からコピーされたが折りたたみ式重傷やリターンスプリングを介して独立した激震と 伸縮式用意を備えたボルトなどは MP40 からコピーされた。折りたたみ式重症の内部には分解用工具やクリーニングロットが収められていた。また、オーステンの特徴は2つのピストルグリップを備えることで、これもまた MP40 から発送を終えたとされ、グリップの形状も MP40 のそれと告示している。オーステンは原型のステン同様、 セレクティブファイヤ機構を備えており、セレクタは安全、セミフルの3段式でフルオート射撃時には500発、フンの射撃速度を発揮した。Z 特殊部隊向けに、小音型も設計された。ありがとうございます。